パワフルな歌声にパーマ、現在73歳のオーヤン・フィーフィー、アジア圏のスーパースターだけでなく、50年前に外国出身の歌手として初めて NHK 紅白歌合戦に出場しました。長年にわたり日本で暮らしているにもかかわらず、彼女の歌後音楽界への貢献は高く評価されています。文化部の施設部長が今年のゴールデンメロディーアワードはオーヤン・フィーフィーとリン・シューリーに特別貢献賞を授与すると発表。情熱の砂漠や感謝の心などたくさんのヒット曲を発表したオーヤン・フィーフィーにとって、今回はゴールデンメロディーアワードでの初めての受賞。彼女が常にファッションの最先端により独自のスタイルと前衛的な音楽スタイルを持っています。オーヤン・フィーフィーが知らされた時驚きましたが、突然だが非常に意義深いと喜んだそうです。しかし台湾に戻って受賞するかどうかについて文化部によるとまだ確認中ということです。